愛知県蟹江町に待ちきゅ。蟹江町には連日大盛況、町民が愛してやまない名物店があるんです。創業46年のお好み焼き店、味覚堂。ほとんどこの店の営業日は来てます。自分の実家に帰ってきたような感じ。お店の雰囲気が何だろう、ホッとできるっていうの。ママが優しいからしょっちゅう来ちゃう。ママさんのね、元気な、ね、様子もいいし。皆さんからママと呼ばれているのが名物おかみの佐藤しめ子さん。最初20年ぐらいは子供相手で やりたかったもんですから、ありがとうって言って元気よく帰る子供の姿、それが嬉しくってやりかけて長く続けたのはそれじゃないかな。看板メニューはなんといってもお好み焼き。キャベツたっぷり、創業当時から変わらない味わいです。テイクアウトもできます。いただきもらった。もらった今。あと5分だけ。あるある、上に上がった。うん、上に上がったよ。取ってあげようか。1枚でいい。料理だけじゃなく、佐藤さんの人柄こそお店が長年愛される理由。さらに他にもお店が人気の理由があったんです。ここでクイズです。お店の特徴は何でしょう。 A メニュー100種類、 B ランチ激安。蟹江町で長年愛されるお好み焼き店、名物店主佐藤さんの人柄がお店が愛される理由。でもそれだけじゃない、メニューにも秘密が。正解は B ランチ激安です。特に激安というのがこちらの日替わりランチ、うん、この日は土手煮ご飯、味噌汁、サラダ、お好み焼きとボリューム満点メニュー。お値段はなんと全部で200円、ランチでなんとこのお値段なんです。26年前に始めたランチ、その頃から200円据え置きでやっているんだそう。安くて美味しい。めちゃめちゃ安い。やっていけれてるのかなって思っちゃう。どうしてこんなに安いんでしょうか。野菜はね、なんだかんだ言ってね、近所の人からねたくさんいただいて、それを利用したりして。今日は何もらいますか。トマト1箱近くとネギは2箱と、白菜もやっぱり1箱近く。ということで、この日の日替わりランチはもらった野菜がたくさん使われていました。そのお返しは、私が作ってるお好みとか焼きそばで美味しいでいいとか言う人ばっかだもんですから、気持ちとしてあげてます。激安メニューは他にも、お好み焼きは1枚だと100円、焼きそばも1人前100円、みたらし団子は10本で450円。人に喜んでもらえればそんないいことないもんですから、続けれたら続けたいなと思ってます。ママさん好きですか。大好き。